本当全然癖がなくて弾力があって、うん、美味しかったです、うん、美味しかったです。お客さんに大好評のこちらのお寿司、とっても美味しそうな赤身の魚ですが、この寿司ネタの正体はなんとナマズなんです。孵化から成長まで全て水道水で育てているので、臭みが全くないというのが特徴ですね。実は県内初となるヒレナマズの陸上養殖が始まったんです。高タンパクで非常に栄養価も高いということで、まあ、陸上養殖ので生産した魚のマーケットっていうものは広がってくるんじゃないのかな。泥臭いイメージがあるナマズですが、最新式の陸上養殖には様々なメリットがありました。今日のエブリィ静岡特集は、本当に美味しいの？ヒレナマズの魅力を大調査。湖西市新井町、去年12月、県内で初めてヒレナマズの陸上養殖が始まりました。この取り組みを始めたのは、浜松市や掛川市で病院などを経営する医療法人厚生会。なぜヒレナマズの養殖を始めたのでしょうか。なかなかこう物価の高騰ですとか人件費の高騰もあって、やっぱり病院給食の維持が難しくなってきたのがここやっぱり数年で、できればヒレナマズに限らずいろんなお魚を作ってその給食の方に役立てたいなというのはあるんですけれども、病院給食の食材を自分たちの手で育てようというのです。そこで空き倉庫を買い取り養殖場を作ることに。直径 4.6メートル、容量20トンの2つの大きな水槽で飼育します。この陸上養殖のシステムには様々なメリットが。蛇口からそのままお水が飲める国なんかなかなかないという中で、そういった日本が世界に誇る水道のシステムをまず使えるということと、水が循環してその水をきれいにしながらこのお魚さんたちを育てるので排水がいらないんですね。これは閉鎖循環型陸上養殖といって、汚れた水を分解し循環するので汚水が出ません。また水道水しか使わないので魚に臭みもなく、病原菌が入る余地もないので薬剤を使う必要もありません。またヒレナマズは生育が早く、半年足らずで出荷レベルに。一度に5000匹も孵化するため生産リスクも少なく、コストダウンが期待できます。メリットの多いヒレナマズの陸上養殖ですが、この取り組みを始めた一番の理由がありました。障害者の方々が十分なこう賃金を得られないっていう、まあ、業界の構造がありまして、もしかしたらこれはちょっと障害者の方々の就労訓練にすごいつながるんじゃないかと。うまくいけば障害者の生活の糧になるような賃金が出せる、そう考えた理事長。障害者施設の利用者たちに養殖場での管理や飼育を任せることにしました。作業の難易度も低く、何より生き物を相手にしているため単純作業に比べてやりがいがあると好評なんです。 0.72、 最初 50g ぐらいだったから 20g 増えた。実践に餌をあげて少しずつ成長しているっていうのが、目に見えるような形で大きくなってきてるんで、そのために達成感を感じるようにはなっています。僕は生き物が好きなんで、特に餌やりとかをやってるとなんか育ててるって感じがして楽しいです。気になるのはやはり味。しかし養殖を始めたばかりのこの施設ではまだ食べることはできないため、取材班は岡山県へ。最初にヒレナマズの養殖を始め、現在はその設備の販売をしている岡山県の企業にお邪魔すると、そこには大きなヒレナマズが。以前ですね、インドネシアに行った時に、まあ、彼らの国民食がこのヒレナマズだったので、それを見てですね、これはぜひとも日本にも、まあ、持って帰って食卓に載せたいと。低脂肪高タンパクということで非常に健康食に向いていると。すでにも岡山県内ではですね、2年ほど寿司ネタで使ってもらっているので。そこで大人気の回転寿司店に潜入。店頭では
桃太郎フィッシュという名で販売されているヒレナマズ。お客さんの反応は？はい、お待ちしました。じゃあこれいうこと？それがナマズです。これですよね。はい。歯応えが全然癖がなくて弾力があって、うん、美味しかったです。お客さんの中には一人で10皿食べる方もいるそうで好評とのこと。では静岡県民の口にも合うのか。今回特別に調理を依頼したのは浜松市にある浜松郷土料理の店黒船。用意していただいたのはヒレナマズの唐揚げとフライ、そして天ぷら。今回初めて食べるというこの道50年の料理人は、なんか泥臭いって感じがありますけど、これは全然ないです。子供さんから年寄りまで召し上がることできると思います。身も柔らかいし、はい、結構いけると思います。お客さんにはヒレナマズとは言わずに試食をお願いすると、味かなと思ったんですけど、なんか違うんですかね、これ。美味しいです。味があって、はい。本当に唐揚げとかフグの唐揚げを食べてるような感じで、すごく美味しいです。これ、なんですかね。正解を伝えると。え、ナマズ？いやー、これビールにも合いそうですよね。続いて、こちらのグループは、皆さんナマズとは気づかず大好評。県内で初となる陸上養殖のヒレナマズ、今後の目標を聞いてみると、一応の初年度の出荷量として9トン、年商としては800万円ぐらいでしょうかね。それぐらいの売り上げが確保できれば、作業委託費をお支払いできて、いろいろな作業にこう慣れてきたら、いろんな業種にトライして、まあ、もっともっとこの食卓でポピュラーなお魚とかエビとかですね、そんなものにトライできたらな。皆さんの食卓に並ぶ日も近いかもしれません。